液体ナトリウムが、液体ナトリウムっていうのはね、あの空気や水に触れると大爆発する危険な物質なんですが、液体ナトリウムが配管の中を越えて流れていくときに、その液体ナトリウムの温度を測る計測器、温度計測器をここにずっとここに配管の中に差し込んで、ここの設計を東大での、確か東芝だったかな、ちょっと裏を日立でか東芝か忘れましたけど、こういう設計した、つまりここのとこ拡大してみると、温度計を差し込んでこれだけにしたんですよ、ね、叩き上げのエンジニア、つまり中学校から入ってずっとそういうところで叩き上げて先輩に仕込まれてた人なら、こんな設計しないんですって。どうするのかっていうと、ちゃんとここを盛るの、こうこういうふうに盛って、でしょ、素人、我々素人が見たってこの方が丈夫でしょ、単なるこの棒がこう出てるだけより。これがで考えつかなかったんです。あまりに高学歴で経験がない、知識だけ、知恵もない。そうだから、知識のみで、知識一辺倒で知恵がないんです、経験もないんです。そういう人がどんどん会社の中で上司になり、発言力があるから、そういう人の設計がそのまま通っちゃって、でここがポッキリ折れて、で事故が起きたんです。でそこが叩き上げの職人に言わせれば、誰が見たってここを埋めとかなきゃやばいじゃんって思えるのに思えなかったし、実際に現場で作る時に叩き上げの人がここを埋めとかなきゃいけませんか、埋めましょうって言ったのに、メンツがあるから、その人がいやこのままでいいって言い通してポキッと折れた。似たようなこと多いんですよ。あの例えば、あの電子回路、あのラジオとかテレビとかコンピューターの電子回路で、あの、ね、IC とか、まあ、いっぱいこういう回路がある。その他に抵抗とか、もうさまざまなあので電子素子があって、それがあの線で結ばれるわけですよ、こういろいろ、ね、でそれを指示する回路図っていうのがちゃんとあって、で回路図はそういう頭のいい人が、ね、東大出て電子工学学んだ人があの計算して、これでちゃんとラジオとして、テレビとして、コンピューターとして機能するって言って、その回路図を書いて現場に持ってくるわけですよ。でその通りに部品くっつけたら動かないんですよ、実は。愚かにも、残念ながら。それは実際そういうことをした東大とか、そういう人が知らない、実際に現場でそういうものを組み立てたこともないから、で現場の叩き上げの職人がまだ残ってる時代は、あこれじゃダメだ、ここでハウリングを起こすからダメじゃって言って、勝手に現場でここにもうちょっとこのコンデンサー入れといてあげようって言って、勝手に設計図に回路図にないコンデンサー入れ込んでくれてるから、まともに動いてる。それが直感でわかるんですって、叩き上げの人に、いわゆる職人さんです。で H3 も H2A まではまだあの三菱重工に職人が残ってたんです。だからロケットの燃料パイプのとこでも、単にこのカーブこれじゃダメだろうという時にいろいろしてくれたんですよ。でももう今そういう職人さんのような年齢の人みんな定年で辞めてるから、もうみんな当時からの青白いで東大の大学院出てるような人ばっかりが理屈だけで作ってるからダメだ。で現に昨日失敗したアメリカの NASA のロケットが失敗したでしょ。やっぱりあのどういうロケットかっていうと、
テスラって車作ってるあのテスラの社長が作ったあのアメリカを月に送り込む人間を再び、あのロケットを作ってるあのスペースなんとスペース X かっていう会社が初めてそういう叩き上げの、アメリカにもいるんですよ、ロケットを作る時の叩き上げが今まで何十年も頑張ってきた。その人らの力借りないで、今あるでしょ、あの 3D プリンター、 3D プリンターで今金属の部品作れるんです。何でもエンジンでも何でも 3D プリンターだけで作った部品 98% のロケットが昨日アメリカでケープカナベラルで打ち上げられたんですが、見事失敗しました。失敗した理由も分かんない。つまり 3D プリンターで作るっていうのはこのこれですよ。わけも分かんない、頭だけがいい、ね、その人らが設計図だけ作ってポイッとしたのが 3D プリンターがそのまんまバーッて作るわけですよ。職人さん、叩き上げの職人さんがそこで、いやこれじゃダメじゃんって言って、もうちょっとこうしてあげようっていう、それがないんです。今まではそういうすごい人が設計したロケットの設計図見て、アメリカでも日本でも叩き上げの職人がそれ作ってたから、あこれじゃちょっとこれ危ないよって言ってちょっと細工してくれてたんですよ、アメリカでも日本でも。それがね、もう今あのロケットだけじゃないです、どの分野も叩き上げの、あのちょっと拝見するにまさに叩き上げの風貌があるんですが、本当にあのお仲間のような人がいないんです、今本当に。でいた方々はみんな今中国に取られてるんです。定年で辞めて、その後、ね、日本の企業も日本社会も優遇しないもんだから、困るか、生活に困るから、でそこに中国がお金出してくれるってんで、みんな中国行っちゃってるんですよ、本当に。だから今中国がどんどん伸びて、中国は今や有人宇宙飛行士、有人宇宙船打ち上げてんですよ、あの宇宙ステーションまで作ってんですよ。あれ作ってんの日本の叩き上げの人たちですよ。日本政府がもっとお金出して彼らを引き止めてやってれば、今回の H3 の事故もないし、故障もないし、アメリカだってもっとうまくやれるんですよ。結局ね、なんかおかしいんですよ、見る目が。そういう意味で